ウィルソン・ラモスとドリュー・ストーレンのハイタッチは、二人が互いの手のひらを顔や頭の高で合わせて叩き合う動作。明るい挨拶や自賛を他人に伝える場面、また称賛や縮小を分かち合う仕草でもある。ハイタッチは和製英語であり、英語圏ではハイファイブと呼ばれ、動作時にギミーファイブ、ハイファイブなど声をかけることもある。日本では様々な掛け声とともにハイタッチを交わし、片手でも両手を上げる場合もハイタッチと称して、区別はないが、英語圏の一部では、片手の場合をハイファイブ、両手の場合はハイテンの掛け声とともに区別される場合がある。1980年、オックスフォード英語辞典1980年版に、ハイタッチを表す名詞として、ハイファイブが記載され、翌1981年版には動詞として記載された。これ以前は海外におけるハイファイブという表現も、国内でのハイタッチという表現も、共に存在しなかったため後に、ハイファイブの起源は1977年10月2日の NBL 公式戦で行った自分たちであると、ダスティ・ベイカーらが主張し、同様の主張は他にも数件あるものの、日本では1973年8月3日、英語圏でハイタッチといえば、主にハイタッチとなり、事業の関係者などの意味を指すため、日本国内の英和辞典などで、ハイタッチが和製英語として記載される。1983年、ハイタッチをハイタッチではなく、ハイタッチと表記した。2013年、BAP をはじめとする系、ポップアーティストらが欧米やアジアをライブツアーで回る際に、会場でのファンの出迎えや見送り時にハイタッチを交わしたり、ファンとハイタッチで交流する、ハイタッチ会などのイベントを各地で開催する。この頃から英語圏で、ハイタッチは、ザ・ハイタッチとして徐々に認知され始める。また SNS などでハイタッチを指すスラングがハイタッチとして広まりを見せる。この年行われた KCON2013 のハイタッチ会に関する話題ではハイタッチ表示、ハイタッチ表示ともに見受けられる。2015年頃、英語圏で行われるハイタッチ、ハイタッチ会などのイベントやハイタッチ券を表すスラングが SNS を中心にハイタッチに移行する。2016年頃、MONSTA X、KCON、TWICEら海外アーティストが台頭し、各自が世界ツアー時にハイタッチ会などのイベントを開催すると、英語圏の SNS を中心にハイタッチへの理解が広まる。ありがとうございます。